池田のりこです。今日はギターを弾くと指に力が入って脱力できないという方のための練習方法をご紹介します。毎日の練習の前に一度やっていただけるとだんだん指の力が抜けてくると思います。この練習はゆっくりやることにポイントがありますので、再生速度を速くしたりしないでご一緒にゆっくり練習してみてください。まず最初に手を下にブランとぶら下げてみてください。バランスよく座って肩や腕や指に力が入っていないかを気をつけましょう。ゆっくりゆっくり指先を動かしてみてください。動かしながら肘を曲げて手を持ち上げていきましょう。その時にも腕や体に力が入っていないかどうかを気をつけてください。力が入っていたらまた一旦手を下ろして、そして指先を弦に近づけるようにゆっくり上げて指を動かしてみましょう。弦に触る指先を決めてみます。このように指の骨の先のところで弦に触ろうと思ってください。最初は第5ポジションのあたりでやってみるといいです。まず小指を8フレットの1弦に触る練習をしてみます。ポイントはこの時に腕や肘に力が入っていないということです。そーっと弦に近づけて思った指先で弦を触れるかどうかがまず第一ポイントです。次に触れたらゆっくりその弦をたわめてみます。これはたわめるだけで下まで押してはいけません。この時でも指に力が入っていないことを確認してください。そしてさらに指板方向に指を下に沈めていくとカチッという手応えがあります。それが弦がフレット棒に触った感触です。そこの時点が押さえ終わったということです。それでは続けてやってみましょう。この時の練習の注意事項は、肘から小指までをまっすぐ、肘から手の甲までがまっすぐ、そして親指はやや薬指、小指の方向に向けておいてください。大切なポイントは指を動かしたり弦を触ったりした時に力が入れすぎてないかどうかということが今回の課題です。では一番最初はセットする時は見て構わないんですが、おすすめとしては、見ないでやっていただいた方がうまくいきます。まず12フレット1弦の上に小指を掲げてタッチしてみましょう。その次にたわめて弦をさらに下に沈めてカチという手応えがあったら終わりです。その次薬指を1弦の上に掲げて軽くタッチします。そしてたわめてさらに進めて金属棒に当たったらおしまいです。中指を10フレットの上に掲げて弦に触ってたわめて、そしてさらに進めてフレット棒に当たったらおしまい。人差し指を9フレット1弦の上に掲げて弦に触れてたわめて、さらに下に進めてカチという音が出たらおしまい。次第5ポジションに移動して同じようにやっていきましょう。最後1フレットはとても難しいです。指先で弦を触って少したわめようと思っただけでもすぐフレットに触れてしまいますので、ほんの少しゆっくり弦をたわめてみてフレットに行き当たったなという感覚を味わう練習をしてみてください。この動画の他に腕の上げ方やそれから詳しい指の使い方についての動画がございますので、ぜひご覧いただけるとさらに上達すると思います。最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。